全慶寺は、東京都大田区山の三丁目にある日蓮宗の寺院。旧本山は、品川本光寺、重視法園。当寺院は、昭和4年に、荒井宿村住人、増田三郎衛門の発願により、秘宝承認により、回帰された。以降、地域の人々の信仰を得た。江戸時代には、当地の義民、酒井権三衛門ら6人を弔った墓ができた。 新井宿移民六人集墓。工日1930年に現在の本堂が完成。1971年には境内が拡張された。現在の前景寺のある山王は、江戸時代までは新井宿村と呼ばれ、旗本の木原氏の領地であった。もともと当地一帯は湿地帯で農耕にはあまり適さず、当地の農民は農耕以外にも、 生計の道筋を立てていかないと暮らしていけない地域であった。不正な県地や周辺の他の地域よりも高めの年貢率などすでに江戸時代初期には荒井宿村の農民は緊急する一方であったと言われている。木原氷造郎重弘が統治していた遠方元年大規模な干ばつとなり、さらに翌百七十四年には近隣の玉川が氾濫、統治の農作物は 壊滅的な被害を受け、ついに農民たちは限界に達した。同年と翌1675年に年貢の減免を申し出る。訴状、19カ条の訴状。後に、うつしが東京都指定文化財になる。を、領主宛に書いたが、却下される。1675年12月、村人の代表者である、堺権左衛門、間宮太郎兵衛、間宮慎五郎。 鈴木大井之助、平林十郎左衛門、堺善四郎の6人が、江戸幕府へ直接訴えるべく、江戸へをもむくことを決意する。しかし、江戸入り後、あと一歩のところで、木原家の者に捕らえられる。木原司サイドに、あらかじめ密告があったという説がある。当時、農民が幕府へ直訴するという行為は、滞在とされており、彼らは、翌1676年の1月に、 江戸の木原本邸にて、斬首刑に処された。天下の大罪人となった六人の亡骸は、荒い宿尊でも迎え入れるものはなく、彼らの話をすることさえもご法度とされた。残された遺族にも厳しい処遇が待っていた。そのような中、当時の全刑事住職、費用承人が、タブーに近い決断で六人の遺体を引き取った。そして、当村の村民。 幕道八郎が1679年に表向きは自分の父母の墓という形で、密かにこの6人の戒名も書いた墓を建てた。これが荒宿義民六人宗墓である。その後、大正時代から六人宗と呼ばれるようになり、六人宗の墓は1931年に東京府により旧跡に指定された。1972年に道路拡張により、 現在地に移転。現在では、毎年2月11日に6人衆を弔う法要が行われ、地元の人が中心となって、多くの人が参列している。ありがとうございます。